はいどうも、モルさんです。さあ今回はリクエストをいただいた質問コーナーをやってくださいということでね、めちゃめちゃ久しぶりに質問コーナーをやりたいと思います。でツイッターでね募集をかけたところ、まあいくつか、いただいたので、まあ大体10個から15個ほど抜粋してやらせていただくということでね、じゃあ早速やっていきましょう。こっち側にね質問を出したいと思います。はい、じゃあ1つ目、モルさんはネイルや化粧はしてますかということでね、ネイルも化粧もしてないです。撮影の時もしてないし、まあ、普段からもしてないです。ただニキビができた時とか、まあ、そういう時はこういうねコンシーラーとかを使ってます。まあでも YouTube の撮影の時はニキビあっても使わないですね、めんどくさいんで。なんか雑誌とか取材とかの撮影の時はこういうの使ったりします。ブラジャーのホック外すと相手の心の中まで分かりますか。まずね質問の意味が分かりません。逆に問いたい、ホックを外した時その先に何が見える。ちょっと男性の方の下にコメントをしてください。まあ心の中は分かんないけど、まあ首の位置は分かるよね。美容師モテますか。なんかよく 3B とか言われるけど、バンドマン、バーテンダー、美容師って、まあ言うて実際結構モテるんじゃないかなとは思います。まあそれは男の子とか女の子に限らず、女の子もやっぱ可愛い子多いし、まあ男の人もねあのかっこいい人多いんで、でおしゃれだし、まあ、ただ僕がいた店はあのスタッフがほぼ男だし、お客さんもほとんど男の人だったので、まあ、そういう意味では、持ってなかったですね。美容系だけど小指ぶつける、これ職業関係ないですね。これはまあ人というか、もはやあの生態系であればおそらく誰でもぶつけますね。まあ小指という概念が存在する生き物であればおそらく誰でもぶつけますね。アシスタント時代で一番大事なことは何ですか。まあそうだな、なんだろう、まあね、いろいろあるけどね、美容師のアシスタントってことだもんね。まあやっぱ継続かな。人より多くやったりこう努力するっていうのはまあ当たり前なんですよね。美容師のこのアシスタントしてるってことは、つまりプロの免許を持ってお金をいただいて仕事としてやってるわけで、まあ、そこにアシスタントとか、まあ、スタイリストとかってあんま関係ないんですよ。例えば入社して1日目の人だろうが、その入ってきたお客さんからしたらプロの人なんですよ。10年働いてる人だろうが、まあもう初日の人だろうが同じプロの美容師なんですよね。である以上、まあ努力するとか、まあ人より多くやってみるとかって、まあそれはねもうやらなきゃいけないことだし、あのやって当然のことなんですよね。それが仕事っていうことだから。じゃあ何が大事になってくるかっていうと、まあ継続すること。まあこれも当然じゃ当然なんですけど、継続するっていうのをこうできる人あんまりねいないんですよね。さっきの例で言うと、まあその努力するっていうのを続けられない、まあ、なんとなく言ってなんとなく仕事してなんとなく帰るっていう日々になっちゃったりとか、あとは人より多くやるっていうのも、まあ、継続できなくて、まあ、結局他の人と同じぐらいの同じペースでいけばいいかと。だからアシスタントの悩みって、まあ、早くこうスタイリストになりたいとかって思う人がすごく多いと思うんですけど、やっぱ継続して何かを続けないと結果出ないんで、こう続けることによって、まあ、100% 結果が出るっていうことではないんですけど、もちろんね頑張って続けても結果が出ない時もありますけどね。でも継続をしてない人には 100%結果出ないんで、まあ、これが一番大事なんじゃないかなと思います。めっちゃ真面目に返したけどね。モルさん質問します。どうして髪型がゴロゴロ変えるんだ。ゴロゴロっていうか、まあ、コロコロ変えるってことかな。どうしてですかね。まあでも飽きちゃうんですよね。なんか洋服とか毎日同じの着てたり、食べ物とか毎日同じもの食べてたりしたらちょっと飽きてくるじゃないですか。だから僕の中で髪型って多分それにちょっと近いのかなとは思いますね。なんかやってると飽きちゃって、なんか次の髪型やって見たくなっちゃうんですよ。回答としてはなんだろうな、過剰な好奇心の結果です。酒強いですか。めちゃめちゃ弱いです。職場の人とか、まあ、他の YouTuber とかとねお酒ちょっと飲んだりすることもあるんですけど、まあ、僕より弱い人は見たことないですね多分。っていうぐらい弱いです、まあ、うちの家系が誰も飲めなくて、もう両親の祖父母の代から誰も飲めないですね。まあ遺伝なんですかね。なんかお酒って飲んでたら強くなるって聞きますけど、あれどうなんですかね。なんか一説によると、飲み続けることによって強くなるんじゃなくて、こう吐くことに対しての耐性がつくみたいな、なんか医学的にこう酒を飲み続けることによって強くなるってことはないみたいな聞いたことあるんですけど、実際どうなんですかね。やっぱ慣れがあるのかな。まあ、ちょっとねその辺詳しい方ぜひコメントで教えてください。彼女に作ってほしい料理ランキング第1位、なんだろうな、まあ、無難にカレー
とかかな。なんかカレーって結構性格出そうな気がするんですよね。まあ、カレーの濃さっていうか、そのなんかドロドロ加減みたいな。なんか水っぽいのが好きなのか、ドロッとしたのが好きなのかとか。あと野菜がゴロってしてるのが好きなのか、ちゃんとこう、ちょっと溶けてる感じのが好きなのかとかね。なんかそういうので性格とか出そう。なんか普段めちゃめちゃ気遣いできて繊細なのに、なんかカレーとか作った時に野菜ゴロゴロで全然火も通ってなくて、なんかシャバシャバで、あれ意外と料理不器用じゃん。可愛いなぁ、みたいな。あんまそれは食べたくはないんだけど、なんかそういうのも見れそうな気がするから、カレー。食べたくて作ってほしいので言ったらハンバーグかな。もうマヨネーズでヘアセットはしないんですか？いやね、これは知ってる人は本当に少ないと思うんだけど、昔ね、はじめ社長と、まだ出会ったばっかぐらいの時かな。初めてコラボした時、もう7年、8年ぐらい前かな。お互いね、登録者が、まあ、2000人いった時ぐらいに、初めて静岡にね、はじめ社長のとこ遊びに行って、で、ケチャップとマヨネーズで髪の毛をセットするっていう動画がね、まあ、上がってるんですけど、まあ、あれ今できないですね。ね、いろんな方面から怒られそうだから、まあ、昔ね、そういうこともありましたと。可愛い系と美人系、好きな女の子のタイプはどっちですかと。どっちかというと美人系のが好きになることかもしれないです。好きな女性芸能人のタイプで言うと、柴咲コウさん。ちょっとキリッとしてるっていうか、若干きつめな感じが好きかもしれないです。まあ、きつめって言うとちょっと失礼かもしれないけど。だから北川景子さんとかね。まあ、きつめなんだけど、もうちょいマイルドにした感じで言うと、竹井絵美さんとかね。まあ、結婚しちゃったんですけど。今までしてきた髪型で手入れが一番大変だったのはどの時ですか？もうこれは間違いなく、まあね、エクステつけてた時ですね。2年か3年ぐらい前にも、半頭後ろだけね、つけてたんですよね。こう、ブレイズで。つけてたんですけど、あの時は半頭だけだったからそんなに大変じゃなかったんですけど、ついこの間までやってたね、前頭ブレイズ、あれはね、もう乾かすのがね、大変。全然乾かない。で、頭も痒くなるし、重いし、頭。で、結構ね、こう短い状態で無理くりつけたから、こう、ぴょん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 、アホ毛がね、いっぱい出てきちゃって、寝る時も、ちょっとこう、ぐって引っ張られる感じがしてね、ちょっと痛かったりするんですよ。まあ、とにかく大変でしたね。いろんな面で。10歳年上の方とのうまい付き合い方を教えてほしいです。本当に悩んでます。どうなんですかね、10歳年上の、まあ、性別にもよると思いますけどね、こう、異性の方と接する時なのか、まあ、同性で10歳年上の方と接する時なのかっていう。まあでも基本やっぱ10個離れてれば、多分相手からしたらちょっと可愛く見えると思うんですよね。まあ、性格にもよると思うんですけど、だから極端に甘えちゃっていいんじゃないかなと。まあ、その常識の範疇で、まあ、甘えていいんじゃないかなと。知り合いで10個上とかだったらね、変にこう気を使ったりとかってしすぎると、逆にこうなんか距離が縮まんないかなって思っちゃったり。だからまあ礼儀としてちゃんとするとこはするけど、まあ基本甘えるみたいな。まあ僕は今年27なんですけど、10個下だとね、17歳、高校2年生か3年生くらいってことだから、まあ10個下ってなったらまあ可愛いよね、多分ね。自分が10個下の子にこうなんか接してこられる時、どんなだったらいいかなっていうのを考えて接するといいかも。ただし会社の上司部下の場合は別。これはもう日本に生まれた以上は、もう今のところ凝り固まったものがありますね。日本人って難しいよね。垢抜けるにはどうしたら？それこそ髪の毛変えましょう。色変えたりね、パーマ当てたり、ヘアセットしたりとか。マジで垢抜けるから。イメチェンしよう。好きなアニメは何ですか？僕ね、知らない方もいるかもしれないんですけど、まあめちゃめちゃオタクなんですよ。まあ、漫画とかアニメとか好きで、まあ挙句の果てに声優さんまで好きで、イベントとか見に行くようなね。まあそれぐらいオタクなんですけど、まあ、こうオタクの人にね、この質問はね、マジで難しいと思うよ。まずジャンルはってなるから、絶対多分各ジャンルごとに好きなアニメがねあると思うんですよ。まあ、例えばギャグ系だったら、まあ、サイキクソウの災難とかコノスバとか銀魂とか、その辺は結構好きですね。まあ、バトル系で言うとヒロアカとかハガレンとかブリーチとか、その辺ですかね。まあジャンプ系が多いかな。で、最近よく多いなんか最強系、主人公最強系みたいなのだと、まあ、魔法科高校の劣等生とか、まあ、オーバーロードとか、ノーゲームノーライフとかね、まあ、SAO とか、まあ、いろいろありますけど、まあ、結局全部通して、まあ、一番好きな作品、まあ、声優さんもそうだし、まあ、キャラクターもそうだし、世界観とか、まあ、そういうの全部くるめて一番好きなのはシュタインズゲートですね。まあ、本当にね、よく作り込まれてるなっていう感じ。伏線の回収がね、本当に上手。これね、スペシャル版と、映画もあるんで、であとシュタインズゲートゼロが去年かなやったんですけど、まあ、それで見たことない人はぜひ一回見てほしい。まあ、少なくとも2週はしてほしい。で、最初の4話5話ぐらいかな、秋葉原がうんぬんかんぬんって、あんまちょっと言うとネタバレになっちゃうんですけど、秋葉原がうんぬんかんぬんってなり始めてから面白いんで、最初はちょっと我慢してほしいんですけど、なんかわけわかんないと思うんですけど、まあ本当にね、上手、伏線回収が。で、21話だか2話だかちょっと忘れちゃったんですけどね、あっこは確か原作超えみたいな言
言われてますよね。危機迫るものがある。で、なんといってもね、主人公の声が僕のね、大好きな宮野真守さんがやってるんですよね。で、しかもヒロインの声は花澤香菜さん。いや、他にもね、関智一さんとか、まあ、小林優さんとか、まあ、田村ゆかりさんとかね、まあ、豪華な声優の方がいっぱい出てるんで、そしてね、オープニングもね、伊藤かな子さんが歌ってるハッキントゥーザゲートっていうね、これね、めちゃめちゃいい歌というか、まあ、個人的にすごい好きな歌なんですよね。まあ、ただし歌詞がかなりネタバレなんで、全部見終わってない人は、2番とかまでは聞いちゃダメなやつですね。はい、というわけで、今回ね、質問コーナー久しぶりにやってみたんですけどね、なんか自分の得意なところとかなんか好きな部分だけめちゃめちゃ長く回答してたんですけど、まあ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 、それはもういいんじゃないでしょうかね。ね、たくさん、質問をいただいてね、質問いただいた方々ありがとうございました。まあ定期的にね、これもまたやれたらいいかなとは、思いますので、またね、募集をかけた際にぜひたくさんいただければなと思います。それではね、もし今回の動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。